典型的な鍵盤のレイアウトの模式図鍵盤は楽器の演奏機構の一つ。特定の音向に還元づけられる操作媒体である鍵を並べたものである。鍵盤楽器の操作部。現在、ピアノに見られるような一般的な手鍵盤は1オクターブを全音が2つ、半音、全音が3つ、半音という感覚で分割する全音階に基づき鍵を配置し、 その寒音群の間の派生音を上に突き出た短い鍵に割り当てる。両者を視覚的に区別するために色を変えることが一般的である。現代においては寒音の鍵盤を発見と呼び、派生音の鍵盤を黒鍵と呼ぶのが一般的であるが、一部のオルガニやチェンバロなどにおいて見られるように一般的な配色とは逆の仕様のものも存在する。そのため、発見。 国権という呼称は、音楽の上では場合によって誤解を伴う用語であるため、厳密さが求められる場合は避けられる。このため、間音の長い鍵盤を、長鍵、派生音の短い鍵盤を、短鍵と呼ぶこともある。親指は他の指とは付き方が異なるため、かつては鍵盤楽器の演奏における仕様は消極的であった。そのため18世紀頃までの楽器の鍵盤は、 現在のものより奥行きが短い。しかしながら古典派の時代には親指をくぐらせる運指が一般的となり、関音の鍵の手前側の寸法が長く取られた。親指でそうしやすい形状となった。オルガンの演奏台は複数の手鍵盤を持つものが多く、特に多いものでは上部へ行くほど傾斜がつけられることがある。18世紀頃までの鍵盤楽器には最低音域が、 ショートオクターブやブロークンオクターブの変速配列の鍵盤がしばしば見られる。ボタン式鍵盤ボタン式鍵盤は小型の丸いボタンキーが並んだものである。バトン式鍵盤カリーンはバトンと呼ばれる棒で構成する鍵盤を備え、拳で叩いて演奏する。片手で1音ずつしか演奏できないため足鍵盤を併設するものが多い。足で踏んで使用する鍵盤で、 主にオルガンで用いられる。オルガンの足鍵盤についてはオルガン足鍵盤を参照。クラビコード、チェンバロ、ピアノでも足鍵盤を備えるものがある。上記の他にも楽器の特性に合わせて様々な形状の鍵が考案されてきた。分割鍵盤分割鍵盤とは、主に16世紀から17世紀初期にかけて見られる、純正な音程を得るために派生音鍵や、 感音鍵の一部もしくは全部を分割した鍵盤を指す。スプリットキーあるいはエンハーモニック鍵盤とも言う。これによって異名動音を引き分けることができる。トカギとイカギの間の派生音鍵が A とと変異に、ニカギとホカギの間の派生音鍵が変ほど A にに分かれているものがよく見られる。特に複雑な例としてアルキチェンバロがあり。 これは1オクターブ内に36の鍵を持つチェンバロである。ハーモニックテーブルインターフェースに基づく鍵盤ある。キーの奥行き方向に隣接した1のキーの音は完全5度、左斜め上の隣が単3度、右斜め上の隣が超3度で並べてある配列の鍵盤楽器。製品として C、スルーミュージック社のアクシスマイナス64及び、 アクシスマイナス49があるほか、タッチパネル画面を利用したソフトウェア鍵盤がある。やや見と目が似ているので混同される。後日のクロマチック鍵盤楽器とは、配列が全く異なり、奥行き方向にも異なる、音程差がある六角形のキーが、蜂の巣状に配置されている。クロマチック鍵盤、無等音楽メソッドに基づく、半音配列、全音配列の鍵盤レイアウトがなされた。 鍵盤楽器。やや見た目に似たところがあるので混同される、上述のハーモニックテーブルインターフェース方式の配列と全く異なり、奥行き方向には音の高さに変化はなく、奥行き方向に長い同一のキーに押し場所の異なるボタンがついている。左右に隣り合ったキーのボタン位置は互い違いにずらしてあるので、左右方向に二間隣のキーが直接隣に接して、 並んでいるように扱える。左右方向のみ音の高さが変化する面では、ピアノと共通するが、ピアノの配列と異なり、すべての蝶を平等に扱い、左右方向に隣り合ったあった木同士が、同じ高低差で均一の距離に配置されているので、転調してもすべての蝶において、同じ運指の演奏ができる。五線譜と異なり、上下位置関係が隣り合ったすべての音符の関係が、 同じ高低差である寄付法も合わせて提唱され、この寄付法による表示画面と連動する電子楽器もある。鍵盤上の視覚的な距離の差と音程の差が比例的に一致しているため、音程を直感的に把握しやすい、相対音感がつきやすいという教育的効果があるとされる。初期は電子楽器ではないピアノを改造したアクースティック楽器として発表され、後に 電子楽器として、ホールトーン、クロマトーンが製品化された。現存最古の鍵盤楽器音楽集である、ロバーツブリッジシャフォンの音楽は C から E の2オクターブと3度の音域で、F から上は完全な半音階の鍵盤を要求する。15世紀後半から16世紀前半頃に、一般的だった鍵盤の音域は F から A であり、低音の F と G は欠けていることが多かった。 イタリアでは最高音が C または F まであるのが普通だった。16世紀後半には最低音がショートオクターブで C にまで拡大された。18世紀にはチェンバロの音域は F から F の5オクターブに達した。ピアノは19世紀には F から F の6オクターブとなり、20世紀には A から A の7オクターブとなった。現在ではピアノの鍵盤は A から C の88件が標準である。一方で、オルガンの手鍵盤は現在でも5オクターブを超えるものは、稀である。ピアノは88件という規格が定着したが、ベーゼンドルファーなど一部メーカーではさらに音域を拡張したピアノも制作されている。クラビコードにおいては、打鍵後の鍵盤動作によって、ビブラートを表現することができる。 20世紀になって発明されたオンドマルトノにおいても、鍵盤動作によるビブラートが可能であるほか、リボンによるポルタメントの演奏など、新しい鍵盤楽器としての機能が拡大された。この図は概念的なものである。現代のピアノでは、実際の国鍵は、この位置にはない。例えばシスは、C と D の真ん中にあるのではなく、C の型によっている。本来、手鍵盤は、 パイプオルガンやエレクトーンなどで使われる足鍵盤の対概念であり、講義では鍵盤の形状に関係なく手で操作する鍵盤全般を含む。しかし競技ではピアノやオルガンなどの細長い板状の手鍵盤のみを指す。競技の意味での手鍵盤はピアノ式鍵盤などとも呼ばれることがある。例えばアコーディオンは手鍵盤とボタン式鍵盤の両方のタイプがあるが、前者は 英語でピアノアコーディオンと呼ばれる。ありがとうございます。